皆さんお久しぶりです。西年の時間でございます。新年明けましておめでとうございます。今年も西年をよろしくお願いします。まずはじめに昨年1年間の振り返りをやっていきたいと思うんですけれども、やはり一番思い出に残っているのが耐熱リレーマラソンに40人ぐらいで出場したことです。そこで久々に出場して優勝できたことが一番の思い出かなと思ってます。他にも西連でユニフォームを作ったり、新たな練習仲間も加わったということで、幅広いレベルで切磋琢磨できるような環境ができてるんじゃないかなと思います。今年の西連の目標としましては3つあります。まず1つ目が継続的な練習会の運営ということで、現状週に2回火曜日と木曜日に練習してるんですけれども、それを今後も継続していくっていうのがまず1点。それに加えて余裕があれば土日に休日練習会ということで、平日は練習時間が限られてますんで、休日を使ってみんなで距離走とかもできたらと思ってますんで、早速今月1回ほど距離走する予定をしてますんで、皆さんご参加お願いします。2つ目がリレーマラソンへの参戦ということで、耐熱リレーマラソンへの連覇、これをまず一番の目標にしたいと思います。昨年本来だったら琵琶湖リレーマラソンというのに出場する予定だったんですけれども、中止になったということですんで、景品もかなり豪華なリレーマラソンですので、それにも参加したいと思ってます。また他にも3月の多様化化 JC さんの駅伝であったり、他にも近場でみんなで出れそうな大会があれば積極的に出たいと思います。3つ目が定期的な情報発信ということで、西連では練習結果を Twitter であったり、Instagram、Facebook、主にこの3つで情報発信してるんですけれども、この SNS の投稿を見て西連を知ってくださる方もいらっしゃったり、転勤とかで京都を離れる方もいらっしゃるんですけれども、そこで西連の練習内容を見て刺激を受けてる方もいらっしゃると思いますんで、情報発信することで新たな参加者とかも来ていただけるのかなと思いますんで、サボらずにやっていきたいと思います。あと YouTube に関しても、ここ数年全くできてなかったんですけれども、できる限り頑張って発信したいと思います。また1月4日木曜日から練習が始まりますんで、詳しい練習内容に関しては Twitter や Instagram、Facebook を見てもらえたらと思いますので、誰でもご参加いただけたらと思います。それでは今年もよろしくお願いします。